ノルテ地方はポルトガル北部の地方である。密集した植生と歴史、文化に富んだ地域である。中心都市はポルト。2011年現在での地方内、の人口は368万9713人である。有志以前から定住者がいた。彼らはコアダニに石窟芸術を残している。ノルテ地方で ポルトガル初代国王アホンソ一世が12世紀に生まれ、ここから南部に向かって、レコンキスタが進み領土を拡大していった。ノルテには、紋章のある、マナーハウスや建物が多くある。郷土料理は種類に富み、ビーニョベルデなどのワインもある。郷土食ふれる、装飾品として、繊細な金細工フィリグリンという工芸品がある。国内最長の道路が、 コスタベルデの中心ブラガへ向けて貫く。ビラドコンデからバレンサまで海岸沿いの道路を通ると、リゾート地である砂浜やカミーニャやビラノバでセルベイラのような絵のように、美しい村に出会う。ペナダイコールゲレス国立公園、モンテシーニョ国立公園、アルバオン国立公園や二つの世界遺産あると道路、ワイン生産地域、コア渓谷の戦士時代の岩遺跡群がある。 ノルテは西部地域で工業化が進んでいる。織物業、生化業、食品加工業、精密化学工業、金融業、建設業が盛んである。しかし、ポルトガル国内では年間総生産が最も低い地方である。ありがとうございます。